こんばんは、まやこです。今日はコストコに行って新しいものいろいろ買ってきましたので、そちらのご紹介になります。これはマルチグレインベーグル、680円、2つセットになっています。とフレンチカントリーフレンチライ、素朴な味のパン、ふわふわしてます。で、これが初めて買ったもので、メニセイズプチパン 24p、6個入りが 4パック小分けにできるので、お土産にもなる分で、おまけの映像で実際焼いてみてますけれども、焼いたらふわっとした感じで、水をねちょっと振ってから、あのオーブントースターで焼いてみました。で、生餃子、餃子計画のこちらの方は748円、前回購入した時に好評だったのでまた買ってみました。で、なかなかハワイには行けませんので、チョコレート、ハワイアンホストの、チョコレートですね。そちらと、ディライツの方はお土産用として買ってみました。で、これが初めて、豚のニンニク、味噌漬け。これ、昨日、簡単にソテーして食べたの美味しかったんですけど、ちっちゃく切ってとんかつとかにしてもいいかなと思います。で、こちらがこれも初めて、チキンケサディーヤ、味が濃かったです。で、もち麦を買おうと思ったんですけど、もち麦うどん、たらこバター、ごま味噌豆乳味、エビ生姜味、3種類 10食分入っています。で、これはいつも買う味噌汁、これが200円引きになっていたので、まあね、お味噌も冷凍はできるんですけども、なかなか味噌汁私作らないので、これで味噌は塩分は摂取しております。で、ベルギーのちょっと薄いビール、これもね私はあまり飲まないんですけど、1998円24缶入っています。こちらからおまけの映像になります。プチパンを焼いて、このこんがりした色がね、12分です。だからあと15分ぐらい焼くと、普通のね、市販のパンみたいになるんじゃないですかね。茶色のいい香ばしい感じに。結構食べる日の朝食こんな感じですね。セロリのね、あの酢漬けにハマっていて、で、これがもち麦うどんのエビ生姜味、卵を少し焼いてのせると、なんかかき回して食べてくださいっていうでした。あとはマクドナルドのハッピーセットが、トミカのパトカーになってましたので、私がパトカー、警察24時とかが大好きで集めてますので、ちょっと作ってます。
最後までご視聴ありがとうございます。パトカーも増えてますね。さよなら。